寺受け制度は、江戸幕府が宗教統制の一環として設けた制度。寺受け証文を受けることを民衆に義務付け、キリシタンではないことを寺院に証明させる制度である。必然的に民衆は寺受けをしてもらう寺院の段下となったため、段下制度や時段制度とも呼ばれるが、厳密には段下制度と寺受け制度は異なる。その目的において、 邪宗門とされたキリスト教や富士フセ派の発見や締め出しを狙った制度であったが、宗門人別改め帳など、住民調査の一端も担った。具体的には、仏教の断信徒であることの証明を、寺院から受ける制度である。寺受け制度の確立によって民衆はいずれかの寺院を、菩提寺と定め、その段下となることを義務付けられた。寺院では、現在の戸籍にあたる、 宗門人別帳が作成され、旅行や住居の移動の際にはその証文が必要とされた。括弧には仏壇が置かれ、法要の際には僧侶を招くという慣習が定まり、寺院に一定の信徒と収入を保障される形となった。一方、寺院の側からすれば、男神徒に対して共同を実施する責務を負わされることとなり、仏教教団が、 幕府の統治体制の一翼を担うこととなった。僧侶を通じた民衆管理が法制化され、事実上幕府の出先機関の役所と化し、本来の宗教活動がおろそかとなり、また、汚職の温床にもなった。このことが明治神事の廃物希釈の一因となった。また、民衆の側からすれば、 世の中が平和になって、人々が自分の死後の葬儀や供養のことを考えて、菩提寺を求めるようになり、その状況の中で寺受け制度が受け入れられたとする見方もある。例えば、現在の静岡県小山町にあたる地域で、江戸時代に存在していた32カ所の寺院の由来を調べたところ、内中世から続く寺院は一つのみで、八カ所は、 中世の戦乱で一度は荒廃したものを多宗派の僧侶が再興したもの、他はすべて慶長年間以降に創建された寺院であったとされている。また、別の研究では、元禄九,九年当時存在した6000所の浄土宗寺院のうち、16世紀以降の創建が9割を占めていたとされている。こうした寺院の創建、再建には、 母大事になる寺を求める地元の人々の積極的な協力があったと推定され、寺受け制度はその状況にうまく合う形で制度として社会へ定着していったと見られている。寺院は断家に対して事故の断家であることを証明するために寺受け証文を発行した。寺受け上、修士手形とも呼ばれる。寺受け制度では毎年1回の調査、申告によって 諸文人別改め帳が作成された。これに基づいて、寺受け証文が発行され、人々が奉公や結婚その他の理由で他の土地に移る場合には、移動する者の年齢、性別、所属、収支などを記載して、村役人の総一冊とともに移転先にある新たなダム家寺に送付して移転の手続きとした。移動元から移動先に送る証文を収支奏。 寺送り場と呼び、本人確認後の証明として、移転先から移転元に送る証文を、引き取り一冊と呼んだ。ただし、団とが信徒としての責務を果たせないと寺から判断された、あるいは調査内し逃亡し、消息不明となった場合は、寺は寺受け証文の発行を拒否することができた。事実上の団と除名であり、後日、就門人別改め庁からも削除されて、 無宿や否認となり、社会生活から除外された。高野俊彦、近世の朝廷と宗教、吉川博文館、2014年 ISBN 978から4から 642034616P396。ありがとうございます。